まあ兼ねるっていうね言葉ですね。小は大を兼ねるっていうのはまさにね、大は小を兼ねるをちょっともじった言い方なんですけども、確かになみたいなこと多いわけですよ。でそれとちょっとね、まあひん曲げてトンチのようにこのハンマーで例えを言おうかと思うんですけども、ハンマーってガーンとぶち当てるとものすごい力でいろんなものを打ち砕いたりとかはめ込んだりとかするすごくね便利なものだと思います。でそのハンマーをね喧嘩に使った人がいるんですよ、ね、喧嘩でわーっと攻めてこられたんで手元にあるハンマーでね、おりゃって応戦したんですけども、もうブーンと振り回したらね、だって振りが大きいからで動きが遅いんで空振るわけですよ。で空振ったら遠心力で体が持ってかれてヨタヨタしちゃって、その間にバンバンバンってやられちゃうんですよね。でハンマーは喧嘩に向かないじゃないかと思って、もうねやられっぱなしでいるところに少林寺の修行僧が来るわけなんですよ。その喧嘩を見てね、そのハンマーの持ち手に囁くんですよ。反対にしろ反対にしろね言うんですよ。で何と思ってね、ハンマーのね重りがついた方を土の方を脇に構えて棒の方でえいやおいやえいやとやったらね、今度重心が中心になるんで棒が振り回しやすくって、もう襲いかかる敵をね何人もやっつけるんですよ。あれすごい、あのお坊さんすごいなっていうことで弟子にしてくださいっていう風になるわけなんですよ。ハンマーの持ち主がハンマーの使い方を知らずにいつもこの金槌の方を振り回していたら、仕事の時はいいけどもね、喧嘩の時には使えないってことがなかなか気づけなかったと。でもお坊さんはそのハンマーの特質を一瞬見たらこうだよっていう風にアドバイスして、そのまま素直にやってみたところ、まあ、逆転することになったと。でもうすごい、あなたは奇跡の人だってことで弟子入りさせてくれっていうのがね、昔カンフー映画であった少林寺36坊ってやつのね、まあ中盤ぐらいからのエピソードなんですよ。この物語ってのは前半はあの、まあ、漢民族にねこうものすごく国を奪われて虐げられた臣民が細々と生きていく中で、いつか逆転してやるぜみたいな気持ちで少林寺に修行に行って、それが前半で終わるんですよね。で後半の方はいよいよ少林寺で修行を積んだ主人公が山から降りてきてね、世の中に困ってる人はいないかなと思ってみると、その国の支配者がやっぱり国民をいじめてるんで、そういうふうな喧嘩が起きたところに加勢するって感じなんですよ。で最終的にはね、その新しい体制を打ち破って国民に平等で平和な世の中ができましたっていうようなストーリーなんですけどもまあ私の好きなねカンフー映画の一つですね。ということで今回はカンフーの拳で締めてみましょうか。いやといや、あちなみにねボクシングは横に拳が出るんですけども、中国武術って縦みたいですね。こうやっておやおりゃおりゃおりゃみたいなねらしいんですよ。こういう風な感じでチェーンパンチっていうらしいんですけどね、こうやってボクシングってのはこう筋肉で打つから、で東洋ってのは筋肉じゃなくて体の使い方なんですよね。遠心力とか相手の突進してくる力をこう肘でねこうカウンター食らわすみたいなね、だから防御のための攻撃なんですよ。でまあボクシングとか西洋の武術ってのは侵略のための攻撃らしいですよね、防御というよりも。はい、ということでございました。拳でいってらっしゃい。